どうも、チョロです。ポケガラ PVP の動画を上げております。今回はですね、ドヒドイでファイヤーのトリトロンっていうパーティーで、スーパーリーグ潜っていこうと思います。で、1戦目なんですが、相手がエアームドということで、懐かしいポケモン出てきましたね。ただ、こいつね、結構今の環境強いんじゃないかなって実は思っていて、まあ、実際ドヒドイでとかね、あと、ドウとかそこら辺いるじゃないですか。割と刺さるんじゃないかな。で、草ポケモンもね、いるんで、案外ね、使ってみたら強そうな気もしますね。で、相手がね、相手というか、こっちが出し負けてたのをファイヤーを投げてったんですけれども、まあ、それに対して、オードアイデルを追っかけてきて、ただちょっと相手が出すのが遅かったっていうか、まあ、エアブルだったので、出すまでに時間がかかってるので、これ対面返せそうな気がしますね、シールドハリハリしていけば。シールドハリハリしながら、しっかりと CCT 決めていけば、なんかいけそうな気がするので、まあ、貼っていくことにしました。というわけでも、これ貼っていって、で、次もね、一発入れてからね、空飛んでいくって感じですかね。それで CCT がしっかりできるんで、まあ相手の技が間に合わないですよね。これでやっていけば。だけどまあこれで、相手が張ってくればね、シールド剥がした上でもう一発打って、倒せますし、うん。まあいい感じでできるんじゃないですかね。だけど、まあ、シャドウオーダイラー空飛ぶこれ多分耐えられないはずなんで、まあこれで突破していって、タイミングを返していく感じですかね。で、あとは裏のポケモン次第なんですけれども、何かなって思ったら出てくるランタンで、これあれですよ、オーダイレで追っかけてきたら失敗だったんじゃないかな。ランタンいるんだったら、ランタンの方があれですよね、追いやすいですよね、ファイアローは。うん。で、ここでね、なんだ、まあ、ドヒロイで投げていって、まあ、ドヒロイで投げていってっていうのも、まあ、理由があって、まあ、トリトロン投げてもね、相手が逃げていくだけなんでね、なのでまあ、ドヒロイでから入っていったんですけれども、まあ、起点作ってる分ね、なんとかできると思ってますね。というわけで、アクアテールじゃないや、塩水って言って、で、相手がね、まあ、ゴッドバラルとどめさせてくると思うんですけれども、まあ、ドヒロイで投げておけばね、こんな感じで途中で相手がね、ランタン引いてくると思ったんですよね。で、まあ、実際引いてくれて、で、エアムロでね、突っ込んできてくれているので、まあ、いい感じで戦えてますよね。で、まあ、こんな感じでダメージ取っていって、で、相手が、ゴッドバード打ってくるタイミングでファイアローを投げていきたいですね。ここらで投げてくるんじゃないかな。結構溜めてるんですけれども、いい感じで交代受けできましたね。これあれですね、まあ、ここで交代機しておけば、何ですかね、相手がまたここで起点作ってやってくると思ったんで、まあ、交代機していって、で、塩水当てていけば、これでエアマル飛ばせるので、また戻ってきたランタンはトリトロンで倒していくって感じですかね。まあ、出し負けからね、後追いも結構しっかりしていてね、危なかったんですけれども、まあ、もうここまで来ちゃったらもういただきだと思います。だけどね、まあ、突っ込んでいくんですが、まあまあ、これはもう別に今、一生懸命トリトロンタップしてるんですけれども、まあ、トリトロンの姿見たら諦めるんじゃないですかね。うん、そうですね。うん。対戦ありがとうございました。今で終わったら相手のエアブロが結構ね、ゲージ溜めてたのが、あれが命取りでしたね。で、まあ次の対戦なんですが、相手が、バルチーナということで、これは出し勝ちなのかな？出し勝ちって言っちゃっていいと思うんですよね。通常技の差し合いで多分ダメージがこっちの方が上なはずなんで、まあ回転相手の方が上なんですけれども、まあお互い耐久寄りのポケモンということでね、うん、まあ結構戦っていけると思います。だけで、相手ががっつり溜めてきてるんですけれども、悪の波動でもそんなに入んないんじゃないかな。だけで、相手が悪の波動打ってくるんですけれども、まあこんなもんですよね。で、こっちはヘドロウェーブ打っていって、まあヘドロウェーブの方がね、技としては強力ですしね、結構ダメージ取れるんじゃなくて、半分くらい持っていけるんじゃないかな。そうですね、半分近くはいけましたね。で、まあ次ヘドロウェーブ当ててしまえば相手ぶっ飛ぶんで、まあそんな感じでやっていけばね、シールド化対面っていうところ迫っていけるんで、まあ戦っていけると思います。だけど相手がね、ここで悪の波動を打ってきて、まあ悪の波動このダメージだったらもう一発受けられますよね。で、まあ予想見ていくんですけれども、相手が打ってきましたね、悪の波動。うん。まあでもさっき言ったようにもう一発受けられるんで、まあそれを受けていって、で、こっちはヘドロウェーブを打っていって、まあ白とか対面ってタクを迫っていく感じにしようかなと思います。これどうだったのか、塩水だと、まあツバメに打たれちゃうか。なのでまあこれはですね、ヘドロウェーブ打って、まあ対面かシールドを迫っていくのが、まあ、きちですね。っていうか、いいですね。だけど、まあ、そんな感じでタイミング割っていって、で、何が出てくるかな。出てきたのが、ノコッチか。まあ、ノコッチは、まあまあまあ、あれじゃないですかね。トリトロンでなんとかなるんじゃないですかね。しかも、ギリギリね、塩水打ってたんで、まあ、大したダメージは入んないんですけれども、うん。まあ、でも十分かなと思います。だけど、まあ、ダメージ取っていって、で、死に出しのトリトロンでやっていけば、転がるか効かないんで、まあ、ドリルライナーもね、2発は全然受けられるんで、まあ、あとは3匹目次第ですかね。まあ、シールド22なんで、まあ、相手のラストに、どうだろうな、水ポケモンとかいなければ、いけるんじゃないかな。うん。というわけで相手がね、ドリルライナーやってくるんですけれども、まあ、こんなもんですよね。
で、こっちは、大地打っていこうかな。まあ、相手が、ここでドリルライナー打ってくるんですけれども、まあ、さっき言ったようにね、ダメージ感覚は全然、受けられる感じなんで、まあ、受けていって、で、こっちは大地打っていって、まあ、シールドか対面というところ迫っていくんですけれども、どうだろうな、張ってきてもおかしくはない気がするんですが、張ってきたらこっちも張っていくみたいな動きでいいと思いますね。で、まあ、倒させてくれたんで、あとはラスト勝負なんですけれども、まあ、出てきたのが、シャドウガラガラということで、まあ、これはいただきですね、岩ならでさえ食らわなければいけるんで、うん、こっちはあれですね、ニトロチャージで火力上げて、焼き尽くしていって勝ちかな。うん。というわけで、相手からね、まあ、泥じゃないやと、骨コンボだと思うんですけれども、まあ、岩ならだとぶっ飛んじゃうんでね、まあ、張っていって、で、ここで一発、あれですね、ニトチャで攻撃力上げていって、うん。で、あとはあれですかね、焼き尽くすだけでいいんじゃないかな。もう技打たなくてもね、通常技だけで削れるはずなんで、まあ相手がもう一発、骨コン打ってくるんじゃないかな。まあ骨コン打ってくるんですけれども、まあ次の雪崩は間に合わないですし、まあ間に合ったとしてもその後のトリトルは倒せないんで、まあこっちの勝ちは確定ですかね。だから、まあそのまま焼いていって、どうだろうな。しっかり焼き尽くせるかな。そうですね、焼けましたね。大変ありがとうございました。環境が大きく変わってね、カウンター族とかいなくなったから、あれですよね。なんかちょっと新鮮な感じしますよね。で、まあ次の対戦なんですが、相手がファイアローということで、これは出しがちなんじゃないかな。あとは相手の引き裂きに合わせてやっていこうと思うんですけれども、出てきたポケモンが、ヤミラミということで、引き裂きに合わせらんないですね。なかなか難しいポケモンが出てきてしまったんで、どうしようかなって感じではあるんですけれども、まあ塩水って言ったらトリトロン投げていこうかな。なんかそういう感じにしていこうかなと思います。まあ、結構ね、ヤミラミ押してくれますよね。あ、でも塩水打たなかったですね。塩水打たずに、もうトリトロでやっていく感じか。まあまあ、いいんじゃないですかね、それで。で、大地打っていって、まあ、これでシールドか対面っていうところ迫っていって、相手が結構溜めてきてるんで、シャドウかな、ちょっとちゃんと見てないんですけれども、シャドウだったら、あれかな、恩返しとか打ってくる可能性もあるんですが、まあでも、イカサマ打ってくるんじゃないかな、シールド剥がしに。だけど相手がね、ここで、技打ってくるんですけれども、まあ、おそらくイカサマだと思うので、まあ、受けてしまって、対面は返させちゃっていいかな。うん。まあ、初手がファイアローだったんでね。まあ、なんとかね、なんだ、あいつ、なんだったっけ、あいつ、ひどいで、で、処理できると思うので、シールラードさえ取っておけば、いけると思います。というわけでね、まあ、ここにファイアロー投げていって、で、相手が、イカ様一発間に合っちゃうかな。うん、間に合っちゃいますね。まあ、イカ様痛いんで、これは貼っていって、で、まあ、その分来てもらえるんで、まあ、3発分ぐらい焼き尽くすで来てもらえたかな、これで。まあ、焼き尽くすで、まあ、来てもらえたんで、あ、2発か。まあ2発でも十分でしょう。で、ファイアローが戻ってきたんですけれども、100まで貯めていっちゃっていいかな。まあ相手がこっち倒せるとしたら、なんだ、なんだったっけ、ブレイバールしかないはずなんで、これはしっかり張っていって、で、こっちは空飛んでいく感じですかね。だけで、空飛んでいくんですけれども、まあブレイバール打ってるんで、これ空飛ぶ一発入れてしまえば相手ぶっ飛びますよね。まあシールド張ったところでこっち2発分貯めてるんで、相手ゲージャーからですし、まあ貯めながら戦いますね。うん、まあでも張ってこなかったですね。で、まあ、シールラーラ取られちゃったんですけども、最後出てきたのは、アロラサンドパンということで、これはいただきですね。もう焼き、ニトロチャージ、まあ、貼るしかなくて、まあ、これ貼らついてしまえば、その後は焼き尽くすでかなりのダメージ取れるんで、まあ、ダメージ取っていって、まあ、なんなら空飛ぶ間に合うかな。だから、ま、空飛んでいって、まあ、耐性があるとはいえ、まあ、火力も上がってますし、まあ、アロラサンドパンはそんなに硬いポケモンじゃないんでね、これで突破できますね。うん。大地さんありがとうございました。相手がね、闇波引いた時ね、素直に追えなくてね、ちょっとね、迷ったんですけど、まあ、ファイアローとかに託してよかったですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がオーダイルということで、シャドウオーダイルか。これ出しがちですね。すぐ引いてくんのかな。あ、そのまま突っ込んでくる感じの人か。まあ、それならそれでいいですね。こっちどうしようかな。ヘドロウェーブ打っていくか、塩水打っていくか、ちょっと悩みどころではあるんですけれども、まあ、しっかり溜めながらやっていって、で、相手突っ込んできてるってことは噛み砕いていくのかな。まあ、噛み砕かれても全然痛くないんで、まあ、全然やっていくんですけれども、ヘドロウェーブ打っていこうかな。そうですね。ヘドウェーブしっかりとシールドか対面っていうところに迫っていって、まあ、シールド剥がせればね、それはそれで OK なんで、まあ、来てもらえるんでね、まあ、いけると思います。というわけで、足張ってきましたね。で、まあ、突っ込んでくるんですけれども、まあ、相手がもう一発噛み砕いてきて、まあ、でもさっきのダメージ感覚だったら受けられますよね。防御力も落ちてないんで、まあ、これは普通にね、受けてしまって、で、塩水打っていこうかな。まあ、塩水でももう十分なぐらいの HP になってるんで、まあ、塩水打っていって対面かシールドっていうところを迫っていって、これ張ってくんのかな。まあ、張ってきてもなんか、このままあれですよね。なんか突破できそうですよね。で、まあ、塩水打っていって、張ってこなかったですね、さすがに。で、出てきたポケモンが、銅ということで、これトリトロンが裏にいるから安心ですね。しかも、なんか、これギリギリ塩水打ってたんで、これ打てたのも大きかったですね。やっぱ毒針が、まあ、あんまり軽くないのと、まあ、銅が軽くないのと、まあ、あと、ね、
なんだ、ドギロイデが毒に耐性があるんで、まあ、今みたいな感じで打てたって感じですかね。で、まあ、トリトロン投げていって、相手が自信打ってくると思うんですけれども、ここ1枚貼っちゃおうかな。うん。まあ、相手も1枚使ってるんでね、まあ、トリトロの1ビンも大事にしていくって感じで、で、引き先が、あれでしたね、なんだったか、悪事キングか。うん。まあ、悪事キングは、まあ、一発でこっちぶっ飛ばせるような、技持ってないんで、いけるんじゃないかな。うん、まあ、空飛んでいって、まあ、これ相手シールド貼るしかないはずなんで、まあ、これシールド剥がせるじゃないですか。で、こっちぶん回す一発受けられますよね。多分、ファイアロー、まあ、そんなに硬くないとはいえ、まあ、受けられるはずなんで、まあ、それ受けてもらって、で、相手がもう一発先にぶん回す打ってきちゃうんですけれども、まあ、そこを貼っていって空飛んでいけばね、ダメージ取れるんで、まあ、あとはトリトロで任せていくって感じで OK だと思います。ここね、まあ、貼って OK ですね。これ貼ればもう今の差し込みでゲージが溜まってるんで、うん。まあ、トリトロで削りに行くよりも、ファイアで削り入れてしまった方が、空飛ぶのが多分ダメージ取れるはずなんで、まあ、これファイアローは突破されちゃうんですけれども、うん、でついでになら分回すね、裏のトリトルに打たれちゃうんですけれども、まあ全然いけますね。というわけで相手が分回してくるかな。そうですね、分回してくるんですが、まあもうこれはね、いただきですよね。戻ってきた銅に普通に大地打っていけばぶっ飛ぶんで、うん、まあ勝ちは確定だと思います。こっちは自信食らわなければ OK かな。というわけで、まあ、ここで、あれですね、大地打っていって、これ一発で飛ばせるかな？どうかな？まあ、タイプ1でしていけると思うんですけどね。まあ、ギリ残ったか。まあ、でも OK でしょう。この後の泥かけで倒していって勝ちですね。対戦ありがとうございました。いや、トリトドンがほんと頼もしいですね。相手の技を受けながらもね、戦えて、しかも弱点ついてるのはゴリゴリ押せるんで、やっぱあれですね、泥かけの強化はかなり今シーズン大きいですね。で、まあ、次の対戦なんですが、相手がカラマネロということで、これはあれですね。タイミング割れちゃいますね。ただまあ、なんだろう、相手そんな硬いポケモンではないですし、こっちね、イカサマ2発耐えるんで、なのでね、まあ、受けながら、まあ、ヘドロウェーブまで貯めて塩水って感じでやっていこうかなと思います。まあ、ヘドロウェーブまで貯めたら相手ビビってね、シールド貼ってくるはずなんですよ、大体。なので、まあ、貯めてから塩水打っていって、まあ、これ溜まってるんでね、まあ、分かってる人なら絶対貼ってくるはずなんで、なので、まあ、これでシールド剥がしていって、で、相手がね、もう一発ね、イカサマ打ってくるんですけど、それ耐えるんですよね、こちら。うん、まあ、耐えるんで、まあ、それ耐えてもらった上で、まあ、ヘドロウェーブまで打てればいいんですけれども、これ間に合わないんで、相手しっかり、ね、サイコショックで一応抜群ついてきてるんで、まあ、これは受けた上で、まあ、塩水でいいのでダメージ取っていく感じですかね。まあ、分かってる人だったらここはもう塩水って回数的に、まあ、バレてるんで、張ってこないんですけれども、まあ、そこでダメージ取ったら、まあ、ファイアローかトリトドンで、まあ、起点作っていくって感じで OK だと思います。まあ、基本的にファイアローで取っていくかな。そうですね、ファイアローで取っていきますね。で、相手がイカサマ一発、ま、間に合うので撃ってくるんですけれども、うん。これはどうしたかな？今回は貼ったかな？あ、貼りましたね。まあ、ちょっと悩んだんですけどね。まあ、受けられるんで受けてもよかったんですが、で、出てきたポケモンがノコッチということで、うん、まあまあまあ、ちょっとね、嫌なの出てきたんですけれども、うん、まあ、空飛ぶ一発、まあ、絶対貼ってこないはずなんで、うん、まあ、これでダメージ取っていって、トリトロン投げていく感じかな。まあ、あとは裏のポケモン次第ではあるんですけれども、出てきたポケモンが、ジュゴンということで、悪くないんじゃないですかね、ジュゴン相手だったら。うん、相手が大地にシルラ貼ってくるか貼ってこないかで、まあ、結構変わってくると思うんですが、どうだろう、これ貼ってく、来られるとちょっと厄介かな。まあ、受けてくれたらこちらとしては嬉しいですね。で、まあ、実際これ受けてくれたんで、まあ、攻撃ダウン引かれる前にね、まあ、しっかりとダメージ取れたの大きいですね。しかもこっちが攻撃ダウン効いたんじゃないかな。うん。なので、まあ、これはあれですね。凍えるかでも全然普通に受けていけるようになりましたね。うん。これは大きかったかな。で、まあ、のしかかりで、倒していって、うん、で、あとはね、戻ってきたね、ノコッチと勝負になるんですけれども、トリトドンの耐久力だったら、ノコッチのドリルライナー一発ぐらいだったら普通に耐えるんじゃないかな。うん、なので、相手がね、まあ、ここで、ドリルライナー打ってくるんですが、まあ、これ耐えてもらったよりファイヤーを投げていこうかな。まあ、転がるで弱点疲れちゃうんですけれども、焼き尽くすがね、結構ダメージ取れるはずなんで、まあ、このまま突っ込んでも危険になるだけですし、まあ、あとはね、まあ、無理やりゴリ押していく感じですかね。もう技なんか打たなくて OK で、まあ、少しでもね、焼き尽くすで、まあ、ダメージ取っていって、で、同情落ちだったので、まあ、勝ちですね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。うん、まあ、このパーティーはね、結構使ってて、やりやすかったですね。まあ、ドヒロイデがまず結構様子見れるんですよね。何が出てきても様子見ながら、まあ、基本的に戦っていけて、で、そこでね、まあ、チャンスを伺いながら、まあ、対面取れればね、ファイアロと、トリドロンって、なんだろう、
で、ね、保管が結構取れてるので、まあ、何が出てきても対応しやすいですし、まあ、ドラゴンとかじゃなければ、まあ、結構戦いやすいんで、まあ、チルタリスとかね、まあ、そこらへん来られると厄介なんですけれども、まあ、そうじゃなければ戦えるポケモンが裏に残ってるんで、なので、まあ、ドヒドイデで様子見ながら戦っていって、で、まあ、突破できそうだったら突破しますし、まあ、突破できなかったら突破できなかったで、まあ、ファイアルとかでね、まあ、起点もらっていけば、割と戦えるような、まあ、構成になってるんで、そこら辺がすごくやりやすかったですね。で、あとはまあ、戦ってて、まあ、思ったのが、まあ、ハマった時のファイアローはとにかく強くて、まあ、見ていただいた通りね、ほぼ3立てしたりですとか、まあ、あとは、なんだろうな、まあ、シールド預けといてね、やっていけば、まあ、技1で水技打ってくるあのポケモンって少ないんで、まあ水とか岩とかね、まあ岩はまああの転がるマンがいるんですけれども、あの残っちがいるんですけれども、まあでも水は少ないんでね、まあそういった意味ではね、なんだろう、ゲージ技さえ食らわなければ仕事ができるっていうのがファイアローのね、強みなのかなって感じがあって、まあそこが良かったかなと思います。まああとはトリトドンですね。こいつは本当に今シーズンすごく、重宝してるというか、めちゃくちゃ強いですよね。まあ、一応ね、保管っていうことで、まあ、ドヒロイテ、ファイアルイテ、まあ、草に強めにしてるんで、まあ、トリトドンでね、まあ、なんやかんや処理できるような形に、トリトドンがやられても処理できるような形にはしてるんですけど、まあ、でもね、まあ、草にさえ、追われなければ、まあ、あとは、チルタリスとか飛行系ですね、に追われなければ、トリトドンはね、すごく働いてくれるんで、まあ、大ザイルなんかにも全然抗っていけるポケモンなんでね、なので、まあ、使っててすごく、強いなって思いましたね。まあそんな感じでこの3匹がね、いい感じで、なんだろう、お役割を果たしてくれたら、安定して勝てるパーティーだと思うので、まあ割とおすすめな、構築だったんじゃないかなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。